はい、皆さんおはようございます。アタンタンタンです。今日は8月12日。はい、昨日が、日航機の、墜落から39年ですか。これね、皆さん、まあ、いろいろ意見はあると思うんですよ。本当に、尻餅、ボーイングの修理ミスでね、事故が起きたとか言ってますけど、私が個人的に信じているのは、自衛隊による誤射で尾翼が飛んで、それでダッチローディングして落ちたと。で、まあそれを、全て隠すために米軍が先に行ったのにそれを断って、そして墜落現場もわざと最初は嘘をつき、いろいろぐる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 回すようにして、その間に生存者も、まあ自衛隊員が殺害したと。話暗い日本ですけどね、そういうのが私は説だと思いますよ。で、まあみんな死んだ後にこれが事実でね、出てくるのかどうか分かりません、実際のところね。で、まあ確かね、生存者、私が知ってる限り2人いたんですよね。1人は15歳の女の子と、もう1人は確か落合さんというキャビン CA も確か生きていたんですけど、その2人はじゃあ今どうなったんでしょうかっていうのが、これ余計疑問なんですよね。この2人がもしね、何か出てきて証言すればいいんでしょうけど、おそらくもう口封じされてるんでしょうね、何らかの形で。で、もしね、いやミサイル飛んでましたとかね、尾翼落ちましたとかね、そういうふうなことになったら、まあ 大問題なわけですよ。だから本当ね、この生存者2人は今何してるのかって私は非常に気になります。まあどの世界にもどの国にも闇はあるというふうに私は思っていますけどね。はい、まあ、それから15日が一応日本でいう終戦記念日なんですけども、まあ私今日ブログに書いたのは、今の若者根性ないけど、昔のね、戦争に行った人っていうのは非常にみんな根性があったなというふうに思うわけですよ。私がいつも思うのはね、インパール作戦とかね、まあ実に愚かな軍事作戦によって多くの人が命を落としたということですよね。まあ戦争を起こ、この戦争を起こしたこと自体がもう愚かだったらわけですけども、まあ山本五十六がね、1年2年なら暴れてみせましょうと。だけどその後はわかりませんよとちゃんと言ってるわけですよ。で、まあそういうのに、そういう進言も聞かずに、強硬に戦争への道を歩んだ日本はちょっと愚かだったと思います。で、戦争をまあ起こしてはいけないんですけども、やるからには勝たないといけない。で、勝てる戦争しかやってはいけない。ね。そう。私はそう思います。結局まあ、世界で争いは絶えないんでね。戦争をじゃあ拒否しましょうとか、そういうことはもう今更無理な話です。小さな戦争で言えば、ね。会社の中でも戦争が起きてる。ね。社会でも戦争が起きてるわけですよ。それが、ね。一人怪我するか、一人死ぬかね。10人死ぬか、100人死ぬか。千人死ぬかの違いで、私に言わせれば、みなどんぐりの背比べだと思っています。だからまあ、ね、争いするなっていうのが無理な話で、人間には常に欲望があるわけですよ。まあ、だからその欲望がね、消えるのが、まあ私みたいにもう60過ぎたらね、ある程度生活も安定しても欲望なんかあんまりないんでね、普通に暮らしたいなというふうに思いますけどね。まあ難しいとこです。はい。今日は何があったんでしょうかね。まあ、大したことはないんですけども、昨日実は朝一、朝5時半に起きて、で、ゴルフ場に7時に行って、来てる、まあ、今子供が来てるんで、彼を連れて、人生初ゴルフ、ね、裏庭でこう練習をしてですね、行ったんですけど、まあ、なかなか、うまいこといかない。まあ、でも楽しかったみたいですけどね。で、それが終わって、一緒にゴルフを、した方とここで、焼肉と餃子パーティーをして、でそこで帰ろうかと思ったんですけど、一緒にいた女の子がワイちゃんで、ワイちゃんがじゃあうちでカラオケしましょうと言いながらありましたね。でそこからまた今度その子の家に行って、お母さんは実は今ベルギーに遊びに行ってて、その子供一人しかいないんですけど、そこの家に行って大人5人とワイワイ、なんかね、グレーとかね、エグザイルとかスマップとか、私は全くチンプンカムの歌を皆さん一生懸命歌っていました。はい。まあそんな感じです。はい。それからオリンピックが終わりましたね。で、来年、来年じゃない、4年後が今度ロスになるんですけども、
何が新しく競技に加わるんでしょうかっていうと、今のところ候補がフラッグフットボール、それからスカッシュ、それからね、ボクシング、野球、ソフトボールが、これ、まあ、前あったんですね。これが復活するでしょうと。それからクリケットと、ラクロスね。ラクロス今アメリカ入ってますけども、それもなんか、出てくるみたいですね。はい。まあ、そんな感じですね。そんなに大きな動きはないと。まあ、日本は今マーケットがお盆休みで、静かだと思いますよ。で、今日私は何を話すんでしょうかというと、59% のアメリカ人は、アメリカはリセッションに入っていると。これは間違いなんですけども、リセッションには入ってないんですよ。まあそういうふうな勘違いをしているということですね。で、これは何かというと、米国経済はね、インフレが続いてるんですけども、で、金利も高いんですけども、一応まあ、好調を維持しているわけですよ。で、これはアファームという会社が、2000人を対象にした6月の調査なんですけども、59% のアメリカ人は現在景気後退にあると、誤って信じているということですね。で、これは彼らはどう判断しているかというと、ですね、去年の3月に始まって、来年の7月まで続くでしょうと、そういう可能性があるというふうに考えているわけですよ。で、これは決してその景気後退は起きてないんですよね。というのは、2020年の3月に、コロナが、まあ、始まって、その後、まあ、一時的に景気は落ちたんですけども、その1年後からね、お金の、まあ、ばらまきとかによって、景気はその後ずっとですから、4年拡大しているのが現状なんですよ。でも、その多くのね、アメリカ人が 59% がそういうふうに間違って判断をしているのは何かっていうと、実はね、日用品の高騰があると。それからほとんどの人が貯金を使い果たして、今はクレジットカードに頼っているから、だからお金がないから大変なんですよ、というふうに、こう勘違いしてるわけですよ。しかしですよ。3分の2の人はね、例えば家を持ってるわけですよ。アメリカ人も。そしたらそういう人たちは、家のその価値が上がってるんですね。だから裕福になってるんですよ。それから、あと、まあ、株であり、401k であり、何らかその投資をしてるんですよ。で、そういう方も、資産が増えてるんですね。だから、取り残された3分の1の人、約ですから、まあ、単純に1億2000万人の人が、生活が苦しいって言ってるわけですよ。で、この人たちは、ね、家がないから家賃払ったり、家賃が高騰する。それから、ローン地獄にあえいでる。まあ、結局そういう人たちばっかりなんですね。これ辺が非常に残念だし。で、これは何かというと、例えば2024年にね、第二四半期の報告で、これニューヨーク連銀の調査ですけども、過去1年間でクレジットカード残高の約 9.1% が延滞に陥ったということです。で、今後数ヶ月で債務返済に苦しむと予想する中所得世帯が増えていますということなんです。で、カードの残高がね、残る人っていうのはもともとだから、ちゃんと責任を持ってカードが使えない人。それから、金がないからカードに頼った生活をずっとしてる人なんです。だからそれがまあ単純な話、1億2000万人いると思えば間違いないんです。で、まあ、我々ね、ミドル、アッパーミドルね、それから富裕層の人はね、毎月払ってるからカードの借金なんかあるわけがないんです。だから3分の人は、まあ、3分の2の人は健全なわけですよ。で、3分の1の人が不健全なんです。で、そういう人たちが、こう感じているわけです。で、59% ですから、まあ、約ですから、6割ですよね。6割の人ってことは、その、あと、ミドルの中で、どんどん落ちる人がいるわけですよ。下にね。で、そういう人たちが、結局、そういう、あえでるわけですよね。だから私は、だからまあ、4割の人がまだね、お金持っててね、ちゃんと健全な生活してるわけですから、まあ、当然ながらアメリカはリセッションに陥るとは思っていません。そして、実は先週、金曜日ね、例えばうちの店で言うと、売り上げはおそらくこの半年で最高の売り上げでした。で、入店客数が約60人。で、まあ、うちの店で大体ね、130人超えるともう、わあ、今日はしんどいなって感じなんですよ。で、土曜日も、
だいたい金曜日がいいと土曜日落ちるんですね。で、今からフットボールが始まると土曜日の売り上げ落ちるんですよ。特にその UGA とかね、いいゲームがあると当然金曜日にウェイトがかかって土曜日に皆さんゲーム見るんで売り上げ落ちるんです。今からそれはもう9月から間違いなく始まるんです。だけど、昨日ですか、一昨日の売り上げを 見る限り全然土曜日も115人来てましたし、いい売り上げだったと私は見ています。で、今月は非常に、堅調にいってます。ですから前年並みか前年を超えるでしょう、売り上げはね。で、銀行預金も残高も見ましたけども、会社の残高も見ましたけども、非常にいい感じでまた増えてきてますから、それは全然いいと。私はいつもその最終的にその銀行の預金残高を見るんですよね。で、それが大体どの程度で回って、で、ここで支払いがあって、ここで支払いがあって、大体こう計算が立つわけですよね。それがそのゼロになることはないし、極端に減ることもないわけですよ。だけど3月4月にね、タックス払うとかいろんなことがありますんで、それで一時的にダーンと落ちるんですね。で、その後大体ずっと回復していくんですけど、今はその感じで元に戻った感じです。だからアメリカ経済は決して良くないですよ。悪くはないんですよと。やっぱり消費者がね、金使うっていうか、景気は底堅いというふうに私は判断しています。ですから皆さん何も心配することはないです。はい、以上です。